よっしゃ、行きます、鈴木。とりあえずは、どうなんすかね。秘宝まだこの世界に残ってれば回収作業になるんだけど、どうなんすかね。とりあえずちょっと回復したいっすね。回復、キックのサンダー。まあ、まだ西の方はね、ちょっと探索できてないんで、ちょっとまあ見て回るかなって感じですけど、とりあえず宿屋だな。宿屋。ほい、来た。しっかりね、アイテムはまあいっぱい持ってる。まあハイポーションなんかあんまりいらなくなってきた。いや、どうだろう。でも、丸腰ってのはちょっと怖いっすよね。まあいいか。あ、回復してるわね。オッケーオッケー、行こう。ってことは、お金なしで回復。オッケー、よし。どうしようか、西の方見てこようかな。どんな感じだ。ちょっと一回アポロンさんのとこ行ってみる？アポロンさんのとこ行ってみて、まあ特にセリフとか変わってなかったら、どうなのかな。あれ、いない。いないね。あれ、どこ行ったんだろう。なんか知らない？お待ちかねです。いねえよ。お待ちかねですって。いねえよ。ちょっと、嘘情報を流すんじゃねえよ、もう。はい。まあ、いいか。はい。まあ、特に変化ないっすね。西の方行ってみようか。そうしようか。西の方行ってみて。まあ、何もなかったら、ちょっと、もう一回あの柱、天の柱だっけ？なんだっけ？そこ行って、別な世界行けるかどうかね、ちょっと、トライしてみたい。キック、素早さを上げていくスリプル。いいね。三段突き。いいね。もう普通に体術で良くない？武器いらなくない？どうなんすかね。キック、スリプル。オッケー。ちょっとライトセーバーも試してみたいっすよね。オッケー。ちょっと試してみるか。はい、ライトセーバー装備してる。これちょっと、一回撃ってみて、どんな感じか。ライトセーバー行きます。まあ、そこそこダメージは入ると思うんだけど。あー、弱い。ってことは、どういうこっちゃ？力依存？いや、力結構高いから、力依存ではないっていうことだよね、多分ね。ってことはやっぱ素早さ依存なのかな。ちょっとよくわからんけど、西の方何も行けない。どこにも行けない。ということは、別な世界行けんのか？どうなんでしょう。行けるかな？よいしょ。あー、行けた！オッケー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 。よしよしよし、行こう行こう。次次。まあ本来の目的は親父に会うために秘宝を探してるんだけど、なんかもう趣旨変わっちゃったよね。目的っていうか、親父をギャフンと言わせるためになんかあの、秘宝を集めてるみたいな、そういう感じになってきたけど。よいしょ。次の世界行こう。オッケー。はてはて、ここは、あ、いきなりもう、村の中入ってんじゃない？酒場にはいつもうさんくさい連中がたむろしているよ。ほうほうほう。この町にはガーディアンの秘密基地があるに違いないんだ。ガーディアン？ガーディアンとは何ぞや？ちょっと武器見てみようか。電撃ムチ、火縄銃、ミスリルソードライト。あっち、なるほど。まあ、この辺はまあ変わらんな。投げ銭。はい。銭投げみたいな感じなのかな。ブレイクの書。ブレイク。まあ、石にしちゃうんだろうけどね。一撃死かな。
電撃無知とかどうなんだろう。火縄銃、なんともわからん、なんともわからんな。こっちのアイテムはここはまあそんなか。あ、エルメス売ってる。ミスリルはまあ癒しの杖、癒しの杖ちょっと欲しくない？これもう15回しかつく、いや欲しい、ちょっと1回使ってみたいですよね。全体回復とかだったらすごく嬉しい。ミスリルアーマー、ちょっと待って、ミスリルアーマーってゴールドアーマー、あーオッケーオッケー、じゃ装備しとこうか。ベルベルは、ベルベルはミスリル兜とゴールドの固定、ブロンズ兜、あれ鎧装備してなくない？ブロンズ兜外して鎧装備させてもいいけどね。ノースリさんもゴールドアーマー、エルメスも欲しいな。これ3つお金なくなっちゃうな。あ、そうだった、もういっぱいなんだよね。ミスリルのコテ、ちょっと待って、ミスリルのコテか。巨人の固定の方が強いんだよな。こっちはミスリルの固定装備している。ベルベルさんはゴールドの固定、これ外してミスリルの固定、 OK、 よしで、ゴールドの固定、恨みの剣ってどうなんすかこれ。どうなんすかね、なんか怖いよな。売ってもいいんじゃない？売っても良さそうっすよね。売るか。お金ないからね。ミスリルアーマー、ミスリルアーマー、ミスリルアーマー、もう持てない。はい、わかりました。ベルベル行こうぜ。ゴール、ブロンズ兜外してミスリルアーマー。いや、もう一気に強くなった。一気に、もうカッチガチよ、カッチガチ。ゴールドアーマー外して、ミスリルアーマー、オッケー。で、売る。ブロンズ兜は安い。そりゃそうだよな。もうだいぶ前の、だいぶ前の装備だもんね、これね。ノースリさん。ゴールドアーマーのところにミスリルアーマー、オッケー。一気に強くなった。ちょっとエルメス欲しいな。エルメスの靴、オッケー。これでまたさらに体術強くなるんじゃない？スピード上がるから。あ、ちょっと待って、装備どこ外そう。ミスリルカウト、鉄ゲタ、鉄ゲタ外そう、オッケー。あ、でもちょっと力下がるんだ。いやまあ別にいいけどね、今力依存で能力上げてるわけじゃないからな。まあいいか。ベルベル、お前ちょっとさ、装備できないかい？いやーちょっと枠がないな。ミスリルの盾を外して鉄ゲタ行くか。もうちょっとね、盾もね結構使っていきたいところではあるんだけどね。よっしゃ、オッケー。とりあえずこれで行ってみようか。まあダメだったらまたその都度装備ちょっといろいろ入れ替えて試してみてやってみるけど。はい、こちらは情報なんかくれ。秘宝を手に入れれば神になれるなんて嘘だよな。そう簡単に神なれてたまるか。神になれてたまるかじゃないの？はい、じゃあ次行こう。あんたらガーディアンで知らない。教えてくれよ。そこで会話止めるんじゃねえよ。ここは何にもない街だよ。本当に何もないんだ。うん、大体見ればわかるけどね。最近地震が多いと思わないか？ほらね。地震が多い。高え！情報提供で100円か。まあ、しょうがねえな。ジュークボックスを使え。え、ジュークボックス？あ、これか。ジュークボックスって今知ってる子いないんじゃない？若い子ジュークボックスって知ってるかな？はい。燃える血潮。燃える血潮、イートザミート。あ、伝説、ははじ。じゃあ、伝説は始まるだね。天の柱。さまよえる魂。新しき神のテーマ。勇者のテーマ。いっぱいあるな。安らぎの大地。
ネバーギブアップ、秘宝を求めて、秘宝の謎、闇の狭間で、涙を拭いて、必殺の一撃、死闘の果てに、セイブザワールド、涙を拭いて。うわ、悲しいな。あれ？この曲、あれ？この曲ってロマサガ2とかでも使ってたっけ？あれ違ったかな？まあ、逆なんだろうけどね。ロマサガ2がこのサガの曲を使ってたのか？それとも似てるだけかな？違うかね。死闘の果てに。うお、かっこいい。かっこいい曲だよ、これ。はい。いいね、かっこよくない？あ、もう。え、酒場出てもこの感じなの？ちょっと待って、あ、こいつがキーパーソンだな。この街じゃ急に人がいなくなったり現れたりするんだ。その時必ず酒場からは勇者のテーマが流れてくる。なるほど。オッケーオッケー。勇者のテーマを流せばいいのかな。オッケー。で、人が現れると。オッケーオッケー。まあ、いまいち何をすればいいのかよくわからんけども。勇者のテーマ、これ。ほらほら、来た来た来た。隠し扉だ、オッケー。秘密基地を知られたからには返すわけにはいかん。バトルにはならない。簡単に捕まったな、これ。まあ、よくある脱獄イベントって感じ？そういう感じかな。あ、違うな。抜け出られない。おい、出せよ。うるさい、静かにしろ。あ、来た、来た。誰誰？父さん、これは大佐、これは大佐、大佐？はい、君、実は。そうでしたか。では、おい、出ていいぞ。大佐。左官クラスの軍人さんだったのか。ちょっと、親父の、なんかいろんな謎がね、なんなんだ、これ、大佐の子供さんたちだったとは。はい、大佐って、おい、かなり偉いじゃん。ちょっと待って。はい。新しい神のスパイが秘密基地の場所を探っているようだ。心配だ。はあ、ちょっと何、全然読めないな、この展開が。どう、何をしてるんだこの人たちは。はい、まあ大佐によく似てるわね。早く大人にしてみたいわ。うわー、もう綺麗な大人のお姉さんって感じだね、これね。ドキドキしちゃうな、これは。こっち行くと、はい、新しい神、アシュラ、アポロン、ヴィーナス、オーディン。こいつらの動きには注意しないと。なるほど、なるほど。なるほどね。各世界の天の柱が不安定になっている。世界がバラバラになってしまうかも。はい。我々は世界を守るために戦っている。そのためにここで秘宝や世界の研究をしているんだよ。なるほどね。なんかそういう組織なんだね。で、親父さんがその組織の偉い人っていう感じか。ここに親父いんのかな？いないね。秘宝のパワーを使いすぎると世界のバランスが崩れてしまう。とても危険だ。ガンガン使ってるけどね、僕。秘宝の恩恵かなり、ねえ。もう、音符に抱っこですけど。古き神々というのは古代の超文明を作った種族だろう。しかし彼らは自らの力をコントロールできずに滅んでしまったらしい。ほう。なるほどね。親父いねえな。こっちかな。はい。大佐はガーディアンの幹部で、秘宝集めのプロなんだ。今までも、聖杯や聖筆や4つのクリスタルなんかを守ってきたんだよ。クリスタルってのがあるわけか。はい。特殊アイテム保管所、立ち入り禁止、入れない。気になるよね。特殊アイテムなんて言われたらさ、中身気になるよ。お前たちも疲れただろう。今日夜行で休んできなさい。オッケー。ほんで、いきなり？何？何の騒ぎだ？ちょっと急展開すぎるな、これもう。なんか侵入者、あーなんかいるね。怖。ちょっとサクサ曲げれてここ開かないかな。ビートル。はい。ビートルさん。三段突き、キック。あーどうしよう。サンダー使うか。ヤスリプルでいこう。何も起きない。
OK!OK!OK! はい、OK! 何?残した。残したか。OK!OK! 素早さアップ、OK! いいね。あ、入れる、入れる。OK! 空っぽだった。あ、全部盗まれてんじゃない?うーわ、これ。してやられた。さあ。誰が襲ってきたんだろう。うわあ、いっぱいいるな。サンダーバード Z。はい。8女。って感じだな。ちょっと待て。こうして、炎で、サンダー。OK! サンダーバード!ロケットパンチはそうでもない。OKOK。いいね。よし。こっちか。こいつ戦うのかな?はい、来た。オーガ。キック。サンダー使うまでもないと思う。多分。弾好き、いいね。かなり強くなってきたんじゃない？力のマギー、あざーす。はい、親父。あ、おじさん。おう、みんな無事か。はい。新しい神の手先が秘密基地を見つけて襲ってきた。生き残った者は脱出した。さあ、私たちも行こう。待てよ。待てよ。なんか言うことがあるだろう。一応今は何もない。何年もあんたが帰ってくるのを待ってたんだ。母さんは一人で働いて、苦労してここまで育ててくれて、その間にあんたは何してた。母さんは何って。母さんよ、お前を裏切るようなことはしていないぞ。何じゃ。一応、その話はここから脱出してからゆっくりしないよ。その通りだね、もうね。返す言葉もございませんって感じだよな。急がないと逃げられなくなる。そうだ、急ごう。父親が仲間になった。え、強いのかな父親。いや、HP だけで見るともう主人公の方強いぞ。力防御する。まあ、こんなもんか。アーマーベスト、ケアルの勝負。はい。行きましょう。話は後だ。とにかく先を急ごう。あ、いるね。じゃあもう、普通にもう脱出でいいから最短で抜ける、ルートでいいのかな?いいのかな?どうなのかな?電撃無視とかちょっと使ってみたいね。どうなんだろう。強いのかなあ。強え、めちゃくちゃ強え。ちょっと待って。電撃無視ってのは何依存なんだろう。力、あ、待って、力か素早さどっちかかな。魔力ではない。どうなんだろうね。まあいいや、行こう。はい、来た。サブマシンガン、三段突き、キック、スリップル、ミスリルソード。あー、いいね、強いね。OK。素早さアップ、OK。素早さのマギー。あ、ちょっと待って、主人公さ、今さ、素早、力のマギーつけてるけど、力のマギー外してもいいんじゃねえかな。あ、スプライトってこいつか。こいつ。いや、これなんか、絶対、ちょっとなんか強い魔法打ってきそうだから。ちょっとね、早めに、倒した方がいいかも。はい。よしよし。あー、やっぱり、めちゃくちゃ強え。そして動きが早い。うわー、もう一気に持ってからだ。一気に持ってからだよ。炎、スリプル、電撃ムチ、OK。OK。だから、この辺に出てくるぐらいの敵なんだね、このスプライトって。うん。だからまあ、かなりやっぱり強い、モンスターではあったわけだ。
よし、行こう。これエスパーいるね。違う。味方じゃなかった。魔術師、サブマシンガン、三段突き、キック、スリプル、電撃ムチ。電撃ムチ強いね。オッケーオッケー。ムチを巻きつけた。ブリザードの章。防御のマギ。ちょっと待って、マギ。ちょっと、装備変えたいな。あ、違う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 。秘宝。秘宝装備、防御でしょ。力のマギ。魔力、稲妻。じゃあ、だからここを素早さのマギにしたいね。これでどうよ。これでまた、ちょっと三段突き、火力出ないかな。どうだろう。どっち？右か下か。サブマシンガン、三段突き、キック、三段打っちゃうか。オッケー。いいね、いいね、いいね。よし。お化けの肉いらん。お化けに肉もクソもあんのか。あ、こっち、あ、まあ、どっちでもいいのか。脱出は。よし。脱出しよう。はい。わ、これ。壊滅状態だね。不意打ちだ。フェアウルフ、不意打ちってのもあんのか。バックアタックみたいな。これ、今回初じゃない？不意打ち食らったの。今までたくさん、ね、エンカウントあったけど。普通の気がする。ノースリーさん、ちょっと HP 少ねえな。回復してやるか。サブマシンガン。OK。キック。どうだ？よしよしよし。OK！ いいね、サブマシンガン、やっぱいいね。グループ攻撃。え、これ、どこ行きゃいいんだろう。あともう、あとは何も、天の柱行っていいのかな。どうなんすかね。どうなのかな。ちょっと話してみる、親父と。話は後だ、ダメだね。誰か生存者いないのか。生存者、いなさそうだよな。サンダー、サブマシンガン、毒ミミズ、オッケー。生存者いないね。え、じゃあもう天の、あ、誰かいる。誰だ、なんだてめえは。コマンド、セクシーコマンド。三段突き、キック、サンダー、ミスリルソード、火炎放射器。おっと、やべえやつ、完全にやべえやつ。アーマー別荘手に入れた。ファイヤーをしない。自爆。自爆。大佐、貴様の娘リンは我々の仲間が預かっている。返してほしくは次の世界に来い。へえ、炎のマギ。リン、リンを助けなきゃ。次の世界に急ごう。リン、妹なのか。そう、腹違いの妹。でもリンもそこそこ戦えるんじゃねえの。なんで捕まったかね。なんで捕まっちゃったかね。ちょっと待って、ノースリーさん、ファイヤー消えちゃったけど。ファイヤー一つ、あ、ファイヤー、炎、あ、まあ、KR。まあ、自爆、まあ、しょうがねえか。ファイヤー二つあったもんな。まあ、いいわ。ファイヤー二つもいらないっすもんね。キック使ってりゃ、キックさえ使ってれば、いいでしょう。こっち行けるのかな？オッケー。本当にただ、あれだね、今の世界はもうマギ回収しただけみたいな、秘宝回収しただけみたいな感じになったけど。よいしょ。とりあえずここで父親と話してもダメ。ダメね。はい。当然こっちはいけないと。わかりました。はい、わかりました。はい。どうぞ。お、すげえすげえ。なんかいろいろあるね。来たと、この飛んでくる途中。はい。そして、この世界は？フェアウルフ。ちょっとアポロンさんどこ行ったのかな？アポロンさん。オッケー。
これさ、多分また父親ともう別れになるよね。これ装備外してさ、全部売るとかっていいのかな、お金それで。どうなんだろう。あ、そうだ、アーマーベスト手に入れたから、ちょっと装備してみる？強いんじゃない？ミスリルアーマー、アーマーベスト。あ、強い。強い強い強い。ほうほうほう。ほう。いいじゃない。じゃあ、父親外して。まあ、いいか。まあ、いいか。いつね、どのぐらい一緒にいてくれるかもよくわからんし。まあ、いいか。はい。はい、どうぞ。いいね。スカッとするね。スカッと。一掃したからね、スカッとするね。OK、HP アップ。着実に強くなっております。ああ誰かいる。ボス、よく来たな。お前のおじさんはここにいるぞ。助けて、おじさま。おじさま、私のお父さんは行方不明で、お母さんの病気が治るまでおじさまにお父さんがありない。でも似てる言うてたじゃんね。あ、違うか。似てる違う。主人公通り今似てる言われてないか。そうだったのか。ぬわぬわに騙された。お前らまとめてあの勇気だ。キャー。あ、リンが危ない。一応私が奴を引きつけるから、その隙にリンを助け出せ。はい、この秘宝を、氷のマギを手に入れた。はい、一応母さんを頼んだぞ。え、父さん。うーわ、いったー。これアーマーベストか。しっぺ返しとけよかった。これ、あー、私のせいでおじさまがしくしく。一応ごめんなさい。君のせいじゃないよ。父さんにひどいこと言って、でもそれは勘違いで、父さんは、おい、一応しっかりしろ。トールに叱られる。リンを連れて行かなきゃな。さあ、リン、一緒に、君の村に帰ろう。しくしく、うん。リンが仲間になった。自動で飛んでくれない？ぐはぁ、全く驚かせ。おやじ、無駄死にだよ、これ。ガーディアン1の使いでも、犬死にだったな。いろんなことがいっぺんに起きすぎて、何がなんだか。だよな。でもとにかく無性に腹が立ってきたぞ。くそー、この野郎。もうやけくそだな、これな。不意打ち食らってもと。あ、つえー、ちょっと待って、ちょっと待って。ベルベルでそんだけ食らっちゃうの？そんだけ食らっちゃうのかよ。キック。ケアルで回復。三段突き、飛び膝蹴り。リンの飛び膝蹴り行くよ、これ。ほら、食らわない。食らわない。全然食らわない。サブマシンガン三段突き、ちょっと待ってね。ここ KR でベルベル回復、三打打ちます。三段突き、リン弱い。素早さがまるでないんじゃない。ちょっとこいつ強えな、おい。あ、オッケーオッケー、倒した倒したけど強い。毒のマギー、はい。さあ、リンの家まで行こう。はい。ちょっと悲しいなぁ。親父死んじゃったよ、これ。ありがとう、一応。私、いいんだよ、リン。やっと落ち着いたよ。一応、村へ帰るの？帰ってもいいんじゃない？もう、これ。いや、このままじゃ帰らない。父さんのためにも、女神の像を集めるんだ。それまでは帰れない。すごいね。正義感が半端ないね。よし、じゃあ、先へ進もう。リン、元気でな。はい、リンの母、ありがとうございました。大佐は主人の親友で、主人がガーディアンの仕事で行方不明になった後、リンの父親代わりになってくれました。こんなことになるなんて。これを返しします。大佐がうちに預けていったものです。稲妻のマギー。はい、わかりました。じゃあな、じゃあな。まあ、せっかくだったらついてきてくれりゃいいのにね。リンも一緒に戦おうぜ。まあいいか。よし、じゃあまた次の世界行くか。あ、ちょっと待って。宿や宿やね、休息大事ですから、しっかりね、しっかり休んで、そしてまたいい仕事をすると。 OK OK、 止まる。よし、じゃあ次の世界に行こう。よし。
アポロンはもういないのかな。どうなんすかね。どこ行ったんだろうね、アポロン社長。いや、めちゃくちゃ強くなってる。めちゃくちゃ強くなってますよ、主人公。これ剣いらなくね？剣、体術でいいんじゃね？いやでも絶対最強武器あれだよね、剣だったりするよな。エクスカリバーとかラグナロク的な、ハイパーラグナロク的な感じのってなると、やっぱ力も上げとかなきゃダメなのかなって感じだよね。いやでも体術使ってりゃ素早さも上がるし火力も上がっていくからいいっすよね。効果力を先手で先手打てるっていう、感じっすよね。で、こっちだったかな？扉が開く。よいしょ。で、もう一回ちょっと確認だけど、こっちはいけないと。はい、わかりました。今何個溜まった？ 42 個。結構いいペースで溜まってきてるな。77でしょ、確か。結構あるね。よし。一旦ここで区切ろうか。時間もちょうどいい感じなんで、ちょっと秘宝使ってみようか。精霊の鏡。はい。この世界、17もあるの？この世界は多いね。多いね。17ってことはもう一気に、59まで行くの？マジか。まあいいや。とりあえず時間ね、もう尺いっぱいなんで、ここで一旦切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。